い、ラケットインプレッションです。ご協力いただきます。じゃあ、はい、どうぞ。はい、ヘッドのタネです。よろしくお願いします。はい、まあ、タネさんが来てヘッドさんなんで撮影ご協力いただきます。じゃあ、はい、お願いします。はい、クレーの中村です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、クレーの山ちゃんです。よろしくお願いします。はい、クスリーム新しくなるということで、ファンもお集まりいただいた次第でございます。俺はもうエクストリームじゃないんだから。あれあれ今何をしたいでしたっけ。今スピードです。おエクストリームですよ。これいい感じでしたね。好きね、好きね、好きね、いい感じ、ね、いい感じ。これ好き、珍しく好きか好きじゃないかで言ったら本人は好きじゃないって言う。これ中村コーチも好きね。中村コーチも好きね。あの、僕最近あの実用性に走ってるんでこういうの好きよ。はい、では公平ということでご礼を。ありがとうございます。はい、はい、エクストリームはボレーはあの打ちやすいですから。ストロークっぽいんですけど。でもそうですよね、もうボレーっていう話用もそうですけど、まあ、ストロークから話をしていけばね、はい、これちょっと弾き感パワー感があるっていう、うん、このがっちりしたフレームのお話から言えばブレにくいとか、そういうパワー感のあるフレームであるエクストリームの特徴と、あとはスピンっていう言葉をやっぱどうしてもエクストリームでやっぱ使いますけど、スライス系も同じようにやっぱり乗り感とか、その足スピンの回転量のアシストなんかはあるので、まあ非常にボレーのしやすさというか、回転のかけやすさみたいなのはスライス系のタッチでも非常に分かりやすいところではないかなと思いますけど、特に今回はバランスが軽くなったので非常に操作性が良かったのではないかと個人的に思っております。でもボビーってそんなにでも体感違う、ね、違います。今回ね結構それ言葉に出てますけど、逆にこうちょっと詰まった部分、まあ、とかね、ちょっとパワー感っていう部分はマイナスイメージかもしれないですけど、逆にコントロール性の高さで言ったら、そうそう、しっかりブレなくなったから、しっかりこう打っていける、パワーはあるんだけど自分でしっかりこう操作して打ちに行った時にも過剰に吹けたりはしないので、そういう点では前作よりもやっぱりコントロール性が良くなって、ちゃんとスライス系の感触もあってっていうところで両方のメリットは実感できると思うんですよね。あと打感もやっぱりちょっとこう厚めに当たった時なんかの柔らかさはストロークと同じですけど、これもちょっと食いつくような感じっていうのは、まあ味わいやすいんじゃないかなと思います。まあカシャンカシャンしなくなった、しなくなりました。ボレーもスピン、ストロークのスピンの時も思ったけど、ボレーもちょっとこう薄く当たっちゃった時にちょっと引っかかりすぎちゃうような、カシャンって言ってこうちょっと上に抜けちゃう時とかもあったのが、今回こうちょっと薄いに当たってもちゃんとこう操作がしやすい感じがあって、制御もできる感触はあったので、本当にそのボレーでも前作と比べたら総合的に使いやすい、扱いやすいっていう感触がメインかなと思います。ありがとうございます。間違いなくいい感じだったんですけど。で、まあ、でも前に比べるとボールの乗り感はやっぱり詰まった分前の方が乗ってたからっていう気がする。このたわみ感の話をすると多分前作の方がこの糸がグラッていってる感じがやっぱストロークもボレーも乗り感はあるんですよ、ね、そうそう、やっぱまあパワーフォローは楽ですね、うん、うん、飛んで楽に飛んでくるっていうのはボレーはあのしっかりなんだろうな、ここでさばいていくのはやりやすい。山ちゃんツアー、山ちゃんツアーどうですか。これけど本当しやすいっすよね。あの押してった時の安心感じゃないですけど、うん、スライスしっかりかけれてるなっていうのをボレーでは分かりやすいっていうのと、あとこう打たれた時にはバチってこうちょっとブロックするような感じの時もやっぱ弾かないでそのままちゃんと収まってくれるんで、うん、やっぱボレーはしやすい。これやっぱりこのボレーのしやすいっていろんな表現があると思うんですけど、あのエクストリームのに関してボレーしやすいって言うとやっぱりこの面のブレなさはあるかなと思うんですよ ね、 あの98になってこうフェース小さくなってパワー感がなくなるとちょっと内巻き感が出るっていうのもあるんですけど、やっぱりフレームのかっちりしてる感触はあるんで、ちゃんとこう弾くような要素とこのフレームのブレなさっていう部分でのアシスト感はツアーでも実感できるんですが、あの MP からパンって変えるとやっぱり飛ばない感はあるんだなっていうのが比べたらね、やっぱり、うん、やっぱりこうツアーっていう名前で MP よりもパワー、あの CPI の、ね、数字も小さくなるっていうのもあると、はい、やっぱり自分で操作していく、打っていくっていう感じの中でボレーもしやすさっていうのは出てくると思うんで、そうやって強く当たった時もやっぱ強く当たった時に初めてこうなんかこう引っかかり感というか、そのスピン系とかのアシストも得られるので、はい、やっぱりツアーになれば自分で操作していきたい、自分でこう打っていきたいっていう方がストロークでもボレーでも、うん、あの使っていただいた方がメリットが出ると思うので、まあ、ちょっとやっぱツアーモデル、ツアースペックっていう表現でエクストリームツアー、はい、やっぱオールラウンドで見たらやっぱ MP の方が総合的にバランスよくなってきてるんじゃないかなと思います。
次は、はい、次最後に、はい、サーブ、はい、問題のサーブが、問題サーブですか、はい、これが良ければラケット変えます。やっぱりサーブでも回転かかるんだなっていうのはありましたね。ちょっと回転かけるっていうと浅めにボールが行く、その時山崎コーチもちょっと話をしてたんですけど、回転かけると思ったよりも結構こうスピン系でもスライス系でもちょっと浅めに入るんで、思い切って振って回転かけて打っていった方がやっぱりこう深さも出るし回転もかけやすいし Cキューブ出せるので、結構ラケットにパワーがあるとは言ってもやっぱり MP でも300g あるモデルなんで、はい、ある程度こうしっかりスイングできるようにしてあげると、まあ、ラケットの重さも乗るし、やっぱりエクストリーム特有の引っかかり感というかスピンのアシストもあるので、非常にこう威力も回転も出しやすいのかなと思います。ただやっぱり比較すると前作の方が明らかにこうカシャンって引っかかったような音がしてたのが、そうですね、そんなに、うん、音もせずでもちゃんと回転はかかる。でもカシャンどこ行ったカシャン前より普段とは力は伝わってる気はします。ので前よりはサーブはちょっと力強くいくかなっていう気はしました。はい、やっぱ MP もやっぱりこう全体的に目が詰まったっていう方向性で見ると、うん、ちょっと擦る系よりもちょっと厚く当たる系の方が厚く当ててスライスサーブだしスピンだしっていう回転系のサーブ、まあ、サーブもしっかり、やっぱりこのちょっと当たり目厚めに当たってからどうするって考えて使ってもらった方が、まあ、ストロークボレーもサーブもですけど、うん、全体的にラケットの良さが非常に発揮しやすいのかなと思いました。まあ、今作で言ったらちょっと当たり集めで思い切って打っていく方でもこのパワーロスしないっていう表現では MP も非常に、まあ、プラスやっぱり回転しっかりかけるっていうところが振ってっていう感じの人がいいとは思いますね。うんうん、極端にアシスト感っていう感じではないと思いますね。うん、だからなんか逆に言ったらあんまり意図しないかかり方はしなくなったんじゃないかな。そうですね、勝手に上に飛んじゃうとかそういうのもない。勝手に行っちゃうのはちょっと収まったかなっていう気がします。自分のプレーを表現しやすくなったっていう表現の感じでいいかなと。そしてツアーを行って絶好調だったヤバちゃん、めっちゃ嬉しかった。なんかリアクションが取りづらかったな。2個当てるとか久々じゃないですか。どうしよう、だいたいご覧調だから。ボーナスタイムであのコンの中に入れます僕の。余計なこと言っちゃった。入るまで打たされるね。入るまで。入れないかも。サーブはそこまで得意じゃないんですけども、まあ、けど振りやすかったから多分ここでしっかり回ってくれたからっていうのがあるんで、で熱い当たりしっかり直線で走っていけたし、やっぱワイドがやっぱエクストリームの回転系っていうのもあるんで、本当にやっぱ浅くしっかり入ってくれるかなっていうのが、なんかかかっちゃってるのも本当にあれですよね、やっぱ振りやすいプラスでまあかけやすいっていうのがあるから多分いくのかなみたいな感じ。僕 MP は打ってないんですけど、多分単純にかかるのは多分 MP なんじゃないかなと、うん、正直思うんですけど、ただ全然ツアーもやっぱエクストリームってやっぱかかりやすかったな。ちょっと MP とかでもうちょっと上のスペック調整したいなって言ったら一回これ挟むのがやっぱベストかなって、他のスペック行くとか、なんかスピードとかラジカルとか行くより一回これのツアー挟んでから行くぐらいの感じの方が意外とちょうどいいんじゃないですか。クロスっていう名前でも、まあ、そこそこにこのパワーアシストないしスピンアシストがやっぱりある、うん、少しこうプレーを助けてくれる感はやっぱりある、機能性としてはあるのかな。MP に比べるとやっぱりもうここの取り回しはもうなんか回っちゃう感じぐらいな、まね、急に変えるとあるので振りやすさはあります。振り抜きはいいで、やっぱり98とかいろいろ使っているところでいうとやっぱり回転も引っかかりは格段にいいです。はい、今回は結構本当に扱いやすいスピン系のラケットっていう印象になったので、非常に使いやすかったと思います。他社さんの黄金スペックとちょっと違ったじゃないですか、前作前も。そうですね、はい、バランスが今回なんかその並びに入った感がありますね。まあ、ツアーに関しては、まあ、MP と比べればね、よりこう厚くガンガン打ってくる人の中で
やっぱりアシストが求めるのがパワーとかスピンっていうところで言ったら98のフェイスサイズの中ではかなりパワーのあるで、まあ、スピンがかけやすい、まあ、エクストリームらしいツアースペックっていう形だと思います、まあ、前回使ってた方なんかはクロマツアー使っていただいても違和感なく移行できると思いますし、まあ、新たに、ね、MP 出たりこのスペックが非常にこう、はい、より扱いやすくなった印象ではあるので今使っている方もまだ使ったことのない方ぜひお試しいただきたいなと思います、はい、9月15日の発売予定しています、はい、ちょっとまだ、まあ、決定なんですけどちょっと、ね、こういう状況なんで、まあ、この予定って言ってますよ、はい、とりあえず今9月15日で進めてます、はいはい、なので、はい、新しいエクストリーム、はい、ぜひぜひ、まあ、まずはツアーと MP と一周出していただきます、まあ、他にもスペックはそうですね、はい、色モデルがまたそこも結構ニーズあるところなんで、はい、ぜひ続きまたインプレになるかと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では、とりあえず一回振り締めます、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。